こんにちは。ここは新潟県長岡市内にある駒形重吉記念美術館です。駒形重吉記念美術館は新潟県の実業家駒形重吉氏が収集した美術コレクションを所蔵し、日本画、洋画、陶器など選び抜かれた巨匠の作品を展示しております。今回は現在開催されている村上画学没後80年特別展から作品の一部をご案内します。村上画学は明治21年生まれ、幼名を武田真一と言います。その後、叔母の家に養子に入り、村上という姓をいただきました。京都美術工芸学校から京都市立絵画専門学校へ進学し、竹内栖鳳から写実、さらに西洋画も学びます。しかし幼い頃から体の弱かった画学は喘息を患い、生涯発作に悩まされながら、厳しい作品、救いを求める仏画などを描き、51歳で喘息のため亡くなっています。日本を代表する大女優キキキリンさんの枕元には画学の作品があったそうです。画学の作品に心の拠り所を見つける人が多かったようにも思います。最初の作品は神祖祭という作品になります。かぼちゃを描いた作品ですが、夏の日差しをたっぷり浴びた緑濃いかぼちゃがずっしりと描かれています。写実を極めた作品で、岸田劉生との交流も伺えます。こちらの作品は蓄積縮長図です。先ほどの作品と同じ頃の作品ですが、濃い墨で切れ味の良い竹の葉が描かれ、ウグイスの顔に淡いピンク色が塗られています。墨一色の中でそのさりげない色が春を感じさせるように効果的に使われています。こちらの作品は秋谷の図と言います。秋の山、そして滝を鮮やかに描いた作品です。また流れ落ちる滝の煙るような水には貝を使った絵の具胡粉が使われています。このように自由に描かれた秋の風景の中にも計算された作画の一端が見て取れます。こちらは雨後将来という作品です。この作品も藍色がかった墨で山を描き、黄色の唐紙の色と重なり、かすかな緑の山、木々の茂った風景となっています。目線を変えて下から上へ眺めるように見てください。そうすると風景がまた変わって見えてきます。掛け軸を実際に和室で見る場合は、低い位置から見上げるようにしてご覧になると思います。こうするとアルミデーで描かれた松の木の枝が浮かび上がって見えてきます。画学は深い山を後ろに、前景に雨に濡れた枝をアルミデーを効果的に使って描いています。こちらの作品は村上画学の水墨牡丹の図です。当館ならではの展示としまして、村上画学の牡丹、そして加山又蔵の牡丹を並べて展示してあります。金泥に描かれた黒牡丹は又蔵ならではの華やかさ、妖艶があります。対して墨一色に芯の部分のみ金を使用した画学の牡丹は、墨の濃淡のぼかしだけで描かれています。このぼかしの制御は相当なテクニックがなければ牡丹の可憐な花弁は表現できません。そしてこの薄墨の牡丹は、皆さんの想像力で赤、白、紫、黒、お好きな色を想像して楽しんでいただけたらと思います。こちらの作品は寒山将来図です。この作品は日本画家横山操が所蔵し、その後駒形重吉が購入した作品です。なんとなく横山が好みそうな激しい筆跡の作品です。墨のほかにアルミデーなどで青い空を描いています。わら筆で大胆に揺れ動く松の姿を描き、成り渡る将来、
松の梢に吹き渡る風の音までを画面に描いたのでしょうか。こちらの作品は周国運営図といいます。科学は毎日のように散策し六甲の山を見ていたといいます。それは写生をするでもなく山を感じ山を聞くため、そして体で感じ取った山を描いています。この作品は濃淡の墨で筆跡もほとんどなく描かれています。しかし山を吹く風、佇まいが身近に感じられます。日本画というより印象派を思い浮かべる作品です。科学は書も好んで描いていたようです。こちらの作品は還元聖章と言います。大変力強い作品になっています。科学はいろんな書を書いていますが、書いた先から人に持っていかれてしまいました。科学自身はそれほどうまいと思っていなかったので複雑な気持ちだったのでしょう。科学は漢詩もたくさん書いております。科学は書に関しては好きな詩を楽しく書いていたようです。幾辺の落下、水に従いて去り、一斉の朝敵、雲を射できたる、常に思う江南三月の裏、車庫泣くところ百花かぐわし、見た感じとても楽しそうな文字に見えますね。いかがでしたでしょうか。今回ご紹介いたしました村上科学の作品はごく一部です。お時間ありましたらまた他の作品もぜひゆっくりとご覧いただければと思います。ぜひ駒形十吉記念美術館にお越しください。